2007年撮影ティモシー・アラン・バージェスは、イギリスの歌手、シンガーソングライター、ロックバンド、ザ・シャーラ・タンズのボーカリストとして著名。1967年、サル・フォードに生まれ、チェシャー州の町であるノースウィッチで育つ。ザ・エレクトリック・クレヨンズのボーカリストとして1枚のシングルを発表後ザ・シャーラ・タンズに加入。バンドは1990年に、 自主レーベルデッドデッドグッドレコードよりシングルインディアンロープでデビューを果たす。同年にリリースしたファーストアルバムサムフレンドリーはマットチェスタームーブメントの追い風も受け前衛アルバムチャート初登場1位を獲得するなどバンドは華々しいデビューを飾った。90年代中盤以降もブリッドポップブームの波に乗りナンバーワンアルバムを2枚リリースし メンバーの逮捕や死といった苦難を乗り越えながら、バンドは、根強い支持を集めている。2003年8月25日に、シングル、I Believe in the Spirit をリリースし、ソロデビューを果たした。全英44位を記録。9月8日にファーストソロアルバム、I Believe をリリースし、全英38位を記録。11月3日にセカンドソロシングル、Only, a Boy をリリースし、 全英54位を記録。アルバムの発表に合わせて、英国ツアーも行った。2012年には、セカンドソロアルバム、Oh No, I Love You をリリースし、アートロッカー氏のアルバムオブザイヤーにノミネートされた。1993年12月リリースの、セイントイティエンヌのシングル、I Was Born, On Christmas Day にゲストボーカルとして参加。同シングルのプロモーションビデオにも出演。 シングル発表に合わせて行われたセイントエティエンヌのライブにも数回飛び入り参加した。1995年、ケミカルブラザーズのファーストアルバム、サラバ・ダスト・アクセ収録のライフ・イズ・スウィートにゲストボーカルとして参加。2004年にシャーラ・タンズ、ケミカルブラザーズともに出演したフジロックフェスティバルで、バージェスはケミカルブラザーズのステージに飛び入り参加し、同曲を ライブで披露した。2004年、カール・バラーが結成した、スーパーグループ、チャブズに、ボーカルとして参加。チャブズは、現在も不定期に活動を行っている。2005年、再び、ケミカル・ブラザーズとコラボレーションし、アルバム、プッシュ・ザ・ボタン収録の、ザ・ボクサーにゲストボーカルとして参加。2009年、ロックバンド・ハッチャム・ソーシャルのシングル、ティル・ザ・ドーンに、 プロデューサーとして関わった。2009年3月にリリースされたバンドのファーストアルバムユーリグ・ザ・トンネル・アイルハイド・ザ・ソイルのプロデュースも務めた。2008年映画ウォーク・ザ・ライン君に続く道でジョニー・キャッシュ役を演じた俳優のホワキン・フェニックスとスペースホックのアントニー・ラングドンと共に新プロジェクトを結成し活動を始めている。2010年 ニューオーダーのピーター・フックを中心に結成されたユニットフリーベースの楽曲、You Don't Know This About Me にボーカル参加し、同曲はユニットのデビュー EP、2Worlds Collide に収録された。2011年、自身が主催するレコードレーベル、オ l g e n e s を立ち上げた。2013年、BBC ラジオ6ュージックの司会者であるローレン、ラバーンとジャーナリストの労働組合が BBC を 相手ドリストライキを行い、その期間中バージェスは司会を務めた。2014年、アーシア・アルジェントの楽曲、アワーズ、アワーズでコラボレーションを行い、自身のレーベルである、オージェネシスより、リリースされた。2014年3月に BBC ラジオ6、ミュージックで行われた、ロディ・フレームとのインタビューにいて、バージェスは、フレームとエドウィン・コリンズのファンであることを公言し、 自身が経営するカフェに二人を招待し、フレームとコリンズは演奏を行った。フレームはインタビュー中、バージェスはとても積極的であったと語っており、この件でバージェスとの親交を深め、時々一緒にお茶を飲んでいると話している。ありがとうございます。